今日は、書いてあるんですけど360度全方位から見て美しいレイヤーカットっていうのをテーマにセミナーをやらせていただきます。数年前ぐらいからやっぱり韓国のトレンドが日本にも来ていて、艶髪のスタイルだったり、あとは髪質改善の施術だったりが増えていて、切り込まないスタイルが多いなっていうのが僕の印象だったんですけど、やっぱり今ちょっとずつ韓国でもレイヤーが流行ってきて、今回僕の前いたお店のスタイリストが来てくれたりとか、ちょっとスタイリストになったばっかりの人もいるので、なんかそういった人がやっぱりこう切り込む時にしっかり入れれるようなものを見せれたらなと思ってやらせていただきます。で、今回はポイントを3つ書かせていただきました。顔周り切り込んでモヒカンつないでっていうただのレイヤーカットじゃなくて、しっかりちょっとディスコネを入れたりとかして応用もしっかり見せれたらなと思うのと、お客様が自分でも負けるっていうのが僕のカットの一番のポイントかなと思っているので、そこもしっかりと理由をつけながらやらせていただきたいなと思っています。最後にレイヤーカットをしてやっぱり質感調整かなり大事かなと思っているんですけど、僕なりに結構こだわりを持って、やらせていただくので、そこも見ていただけたらなと思っています。で今回やっぱりアシスタントの子に巻きをお願いする時とか、カットラインでコテを入れたりとか、カットラインに合わせてブローをしてもらうっていうのがレイヤー基本になると思うんですけど、僕の中でなんかそれが一番お客様が自分で負けない原因になってしまうのかなっていうのを考えていて、やっぱりロングのお客様って前で自分のここで巻くことが多いと思うんで、バックを切る時にこっちから合わせて綺麗に切るっていうのももちろん大事だと思うんですけど、その結果レイヤーが入ってお客様が自分で巻けないってなったらすごくもったいないなって思うので、僕はベースカットも基本もう髪を前に持っていった状態で、この状態で切っていきます。レイヤーも前に引き出して切ることでお客様が自分で巻けるようなスタイルにできるっていうのが今回の魅力になるので、ちょっと切らせていただきます。ベースはちょっとあんまり切らないんですけど、しっかりレイヤーで切り込んでいくので、まずはちょっとベースだけ整えていきたいなと思います。僕は基本もう髪の毛を持たずにダウンステムでこのまま切り込んでいきます。髪の毛を持ち上げない理由としては、やっぱりお客様が髪を持ってやることがなくて、見られる姿っていうのは基本ダウンステムになると思うんで、この状態でもうハサミを入れていって、実際にお客様がすぐ自分ってこういう髪の状態なんだなっていうのが分かる状態にしながら切っていきます。やっぱり前で切って後ろでどういう形になるかっていうのをちゃんと理解しておかないと、お客様との結構見解の相違になるのかなと思ってるんですけど、前で切ってる以上やっぱり真ん中がかなり長くなるんで、丸いシルエットよりはちょっと V 字に近くなるのかなと思っています。ただ、お客様に説明をした上でやっぱり丸く切った結果、さっきみたいに前に持ってった時に長さが絶対短くなっちゃうんで、前で自分で巻けるっていうのを意識してこの V のまんま整えていきます。でこの状態で若干やっぱりこう右に流れる癖が、特にこっちの左側ですね、あると思うので、ハサミをしっかりカットラインのこう向いてほしい方向に合わせていくので、例えばこっちだったらしっかり内に収めるためにはハサミの角度をこっちに入れていって調節をしていくことで、髪の毛が曲がってほしい方向にベースの時点でちょっと整えていくイメージですね。左右の長さが今若干多分左側ですかね、こっちの方が長いかなって思うんですけど、お客様の頭の形を触らせてもらった時に結構左側が張ってるんですね。でこっち右側がへっこんでるので、ステムを持ってテンションをかけて切っちゃうと、この状態で同じ長さになっても出てる分やっぱり長さが出ちゃうので、後ろで揃えて引っ張って髪の毛を同じ長さにするんじゃなくて、前で見た時に同じ長さに合わせていく、そういうイメージで切っていくので、そこが多分テンションをかけないで切る理由の一番大きな部分になるかなと思っています。顔周りレイヤーを切り込んでいこうかなと思っていきます。今回はイヤー2で分けて、イヤー2より前からレイヤーを入れていくので、イヤー2より前は全部レイヤーを入れていって、逆にバックはトップしかレイヤーを入れないんですけど、そこの理由はちょっとバック切るときにまた言わせていただくので、一旦やつより前は全部レイヤーを入れていきます。鉢回りだけ別で分け取っておきます。このまままっすぐ床平行ですね、しっかり引き出して、ここの一番短い部分に合わせてもうまっすぐ入れていきます。レイヤーは絶対この降りた時に差が出てくれるんで、わざわざチョップにしなくても綺麗にしっかり左右で合わせるためには僕はブラントでもいいのかなと思いながらやってます。で今回はここも床平行ではなくてちょっとだけ顔周りに細かいレイヤーを入れていきたいんで、ダイレクションをちょうどこの四角形の角の部分合わせてちょっとだけこっちに引っ張りながらここですね、さっき切ったレイヤーとつなげていくイメージです。そうすると結構こんな感じで顔周りにしっかりレイヤーが入っているんですけど、この状態も必ず落ちてる状態でもう一回ちょっとつなげていく。角が絶対に残ってしまうので必ずそこは下ろした状態でつないでいった方が綺麗なカットラインになるかなと思います。バッグに関してはトップだけしか入れないのと、もう一個理由としては写真を撮る時髪の毛結局後ろに持ってくるんで、ここにレイヤー入ってるとここに結構短い毛が今も後ろから見ると分かると思うんですけどできてるんで、この時点でお客様からしたら後ろも結構高いレイヤー入ってるのかなって思えるんじゃないかなと思って、僕は今回はバッグに関してはトップだけ入れてまとまりがあってかつお客様が自分でできるっていうところに重きを置きながらやっていきます。今回前に引き出して切ってるんで絶対的に後ろの方が長くなってると思うので、カットライン的にはこの延長上でつなぐイメージですね。完全にまっすぐ切るってよりかはちょっと後ろが長くなるように切っていきます。今回独立したレイヤーにしたいわけではないので、バックのトップで頭の張ってる部分ですね、このレイヤーを入れたい部分っていうのを先に取って今切ったガイドと一緒につなげていくんですけど、この時に直上ですね、完全に真上に引き出して、ここが今バックのトップの一番短い部分になるんでここにつないでいくイメージです。でこの時もさっきと同じ理由で全然ブラントでいいのかなと思います。そうすると今バックのトップの一番下っていうところとつながってるんで、ここがレイヤーは入ってないんですけどいい意味でこう角ができてうまく丸くつながってるんですね。ここにレイヤーが入ると僕はすごい嫌だなって思ったんですよ。グラしか入れない理由は結局頭の形で結構ここってくぼみが入るじゃないですか。で今回のモデルさんもくぼみがはっきりしてるのでここってレイヤー入れると段差がついた時点で跳ねちゃうんですよね。なんで最初言ってたみたいに今回は跳ねさせたくないなっていう、レイヤーカットを入れても私の髪の毛ってまとまるんだな、綺麗にできるんだなっていうのを実感してほしいので、今回はここですね、トップだけレイヤーをつけてミドルから下は入れないグラでつないでいくっていうのを提案させていただいてます。レイヤーの形ですら後ろでちゃんとひし形を作りたいんですよ。もともとのこのカットラインに対して高い位置が真ん中に来るんでひし形のシルエットが作れると、さらにこの後顔周りもさっき切り込んだ部分もうちょっと調節していくんですけど、ここでも横から見てもひし形が作れると。で前も顔周りでしっかりここで切り込んでもみあげの送り毛作ってあげればひし形が作れるっていうので、360度本当にどこから見ても日本人の骨格に合わせて作れるのかなというイメージで、お客様の要望に合ったりとか自分で巻いても可愛くできるっていうのを意識しながらやっていきたいなと思っています。もうちょっとだけしっかり高めにレイヤーをつけていこうかなと思います。ここが最初に言っていたディスコネの部分になるんですけど、普通だったらやらないと思うんですけど逆側にダイレクションをかけていくとここにやっぱり角が残ります。なのでこの一番短い部分に合わせてここ切っちゃいます。そうすると引き出した状態だとこのまんまこういう形でハイレイヤーが入ってるイメージになると思います。あくまでトップだけなんですけどハイレイヤーをつけてあげることでお客様が自分で巻いてもここだけ結構短くなるんで結構可愛い動きができるのと、全体のベースの長さに対して高めにつけてあげるとさっき言ったひし形が作りやすいんですよね。なのでつなげるだけじゃなくて実際にお客様がどういう風に見せてどういう風に巻いたら可愛いかっていうのを考えながらやっていきたいので、ディスコネっていうのを使っていきながらここはもう完全に別として、なかなかジュニスタとか成り立ての子だとつながないカットって結構怖いと思うんですけど、でもやっぱりそれがお客様のためになるのであればしっかり学んで使えるようになってもいいのかなと思っています。今は、前に引き出して全部レイヤー合わせてるんで多分こここうやって引き出すと結構ガタガタになってると思うんですね。こんな感じで、なのでこっちから見た時には前上がりに後ろが長くなるようにつながってるんで横で見ると結構このライン感の不安はあると思うんですけど、あくまで今入れたディスコネを左右の長さ揃えるだけで止めておけます。ここ全部切っちゃうと結局ただのハイレイヤーになってしまうので、あくまで今入れたディスコネの左右の長さ合ってるかなっていうだけのチェックで止めておいてください。前で今受け取ったと思うんですけど、上から目視で左右差ないかなとか、ちゃんと三角形きれいに取れてるかなっていうのは見てあげてもいいのかなと思います。ツーウェイ前髪を作ってあげて、どっちかっていうと僕の場合は結局なんかうざくなったらみんな上げちゃうなっていうイメージもあったんで、前髪下ろして作って、逆にもううざかったら上げてくださいみたいな提案をしちゃうんですけど、そうするとなんか下ろしたいってなっていう時に下ろして、逆にもう無理だうざいってなったら上げれるんで、意外とお客さんにおすすめしやすいなっていうので最近結構勧めてます。で、僕はツーウェイ前髪作る時は基本的には普通のハサミではなくてセニングで作っていくんですけど、やっぱりちょっとここに高さを持ち上げて切ったりとか、ちょっとギザギザにしてあげることで、上げた時にやっぱりパツッとしたラインがないんで馴染むんじゃないかなと思っています。このままちょっと前髪の質感調整を入れていくんですけど、ここのカットをしてる時にお客さんがリピート決まるなっていう実感があって、少なくても多分3スライスぐらいはちょっと分けて質感調整を入れていきます。この時にちょっと僕は 15% の結構もう前髪用のセニングを使うんですけど、明らかに今ここがやっぱりちょっと重いなとか見えると思うんですね。なのでここを切っていくんですけど、ハサミの角度でどっちを短くするかっていうのが僕は結構セニング大事かなと思っていて、今回やっぱり短い方から長い方に流れていくと思うんで、こっちの向きで入れてあげれるとちょっと流れやすくなるのかなと思っています。もっと直毛で全然曲がらない人っていると思うんですけど、そういう人だったらひねって刃元ですね、あんまり削れないところでこのまま短い毛めっちゃ作るイメージでいきます。この時に 10% とか 15% だと絶対ここ荒れないんで、でだんだんちょっとやっぱ毛流れができてきてるのが見やすいかなと思います。量取るだけだったらなんかどこの美容室でもいいかなとか思ってしまう人がいると思うので、その分なんか顔周りは結構こだわってる人が多いイメージがあるんで、ここを決めてあげれるかどうかでリピート変わるかなと思います。最後このやっぱ一番上の部分とかだと、なかなか削るのが怖いなっていう方もいると思います。前髪の周りに結構短い毛がぴょんぴょん出てしまったりとか可愛くなくなっちゃうと思うんで、ここだけもうハイレイヤーを入れるようなイメージで、しっかり逆側にダイレクションをかけて、ここですね、出てる部分を全部切り落としています。そうすると引っ張ってる方向が右側になるんで、絶対降りた時に左側が流れやすくなってくるかなと思います。そうするともうこんな感じでつながるようなカットっていうのが、コテとかストレートアイロンとかを使わなくてもこういう感じで頬に沿って作れるので、お顔の大きさが気になってる方とかがいたらすごく喜んでいただけるのかなと思います。今カットしていた部分ってあそこにあると思うんですけど、グラになるんで、グラのところは正直セニングでいって、レイヤーで切って動きが出るところに関しては僕の場合はスライドでメインでいって、なんか本当にこうお客様がオイルをつけただけで自然と束が出るような、そういうイメージでカットをしていきます。だんだんちょっと表情がついてきたので、トップ僕は結構心配性な部分があって、あんまり表面傷つけたくないなと思うので、割とここはもう完全に残してチョップでちょっとこうぼかすぐらいかなと。顔周りの今切った自然に曲がるところっていう部分と、さっき切ったここですね、一番短いところまでをちょっと完全にもう別としてつないでいきます。そうすると結構高いレイヤーが入るけど、どこかが跳ねちゃったりとかはしづらいような、しっかりツヤ感とまとまり感がある状態でレイヤーを入れていけているので、どこかにガイドを作ってとかよりかは本当にもう全部つながなくていいと思うんで、欲しいところに入れていくイメージでカットをさせていただいてます。で、前は上向いてもらうとこれも一緒で三つ襟が出てきやすいかなと思います。今回のお客様だとやっぱりさっきみたいにちょっと綺麗にしてくださってるんであんまり出ないんですけど、こういう部分は上を向いてもらった時出てきやすいのと、あとは本当に一つ一つやっぱりこうどの状態どういう角度でお客様が過ごしていても可愛くしてあげたいなっていうのはあります。でこのままやっぱり前で切ってるんで、なるべく前に引き出してあげれると美容師さん自身も巻きやすいんです。左側と右側比べていただくと分かりやすいかなと思うんですけど、なんかストレートの状態だといい意味でこうレイヤーが入ってるのが分かりづらいくらいちょっとツヤ感があって、このまんま綺麗な髪の毛っていう風にも見せれるんですけど、やっぱり巻いてあげるとかなり動きが出るので、ベースの長さはそこまで変えてないんですけど、しっかり切り込んだ感じが出せるのかなと思います。今この巻いた前のものをやっぱりこうやって持ってきてあげて鏡で見せてあげたりとかすると、かなり高い位置までレイヤーが入ってる風に見せれるんじゃないかなと思います。やっぱりこういったことでお客様自身もかなり切り込んでもらえたなとか、イメージ変えれたなって思えるんですけど、実際は跳ねたりしないようなツヤ感の残るスタイルっていう風にできるので、結構お客様に提供する時におすすめのスタイルになるんじゃないかなと思います。正直こうメハンの皆さん、一緒にいてくださる皆さんからしたら、僕は今ちょっと、体調があまり良くなさそうだとか、元気がない風に見えてしまったりとかで、お客様にもなんか死なないでくださいっていう DM が来たりとか、いろんなことがあったんですけど、ここまでしないとやっぱ伝わらないものがあると思いますし、自分自身がここまでやらないと絶対見れない景色がある、そういう風に思ってるので精一杯やらせていただきました。僕自身本当にまだまだ未熟ですし、やらなきゃいけないこと、これから学ばなきゃいけないことたくさんあると思うんですけど、これからも絶対学び続けて、熱量を止めないでやっていこうかなと思ってるので、言葉と行動といろんな姿を見てもらえたらなと思っています。ちょっとでもこの時間とこの技術セミナーを通して頑張りたいなとか、自分の時間を使ってみようとか思っていただけたら幸いだなと思っています。本当に長いお時間最後まで聞いてくださって、見ていただいてありがとうございました。はい、今日は、貴重なセミナーありがとうございました。僕もたくさんセミナー見てますが、過去一暑くて過去一、いいセミナーでした。僕も普段ウェットで結構綺麗に切るんですけど、ちょっと自分とは違う切り方とかがかなり勉強になったので、明日から使いたいと思います。今日は本当にありがとうございました。僕はあんまりやらないスタイルだったんですけど、逆に新鮮でこうやって切ってるんだとか、そもそもお客さんの層が結構上目の方が多いので、全く考え方が違ってロジックとかすごく参考になるものがありました。あと哲平さんがすごい頑張ってて元気をもらいました。ありがとうございました。僕自身もちょうどレイヤーだったりとかお客様から求められることが多くなってきたので、すごい勉強になって、次から明日からもうすぐ活かせそうだなってことばっかりだったので、めちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございました。やっぱり分かりやすく説明していただいたんで、ちょっと練習すればすぐに実践できるようになるかなと思うんで、ちょっと自分でも練習したいと思いました。ありがとうございました。また僕のレイヤーの切り口とか質感調整のやり方と違ったものをてっぺいさんはやられてて、僕もすごいいろいろ新しい技術を吸収できて、明日からすぐに実践させていただきたいなって思えるものが多く見れたので、今日はありがとうございました。今日はヘアキャンプで見させていただいたんですけど、やっぱり小西さんのレイヤーカットっていうのを見させていただいたんですけど、本当に小西さんの場合は速さだったりとか伝える言葉だったりとかがもっともっとやっぱり上手だなって思うところが本当にたくさんあるので、なんか今日終えてまたちょっと改めて見たいなっていうふうに思ってます。今日はやっぱり前回会社内でセミナーをやらせていただいて、うまくできなかった部分とかをしっかり自分の中でまとめていたので、なんかそこはクリアできたのかなと思っているんですけど、プラスアルファでやっぱりこうまた自分の中での改善点というか、もっともっと直したい部分とか改めて出てきたんで、もうやることでしかやっぱり僕らって絶対変わっていかないと思うんで、本当に今日の夜からもう今やったセミナーっていうのをしっかり振り返って直していきたいなと思っています。